こんにちは、小田原急行 TV です。レーティッシュカラーの 1060F が運用を離脱しました。それにより箱根登山線運用に動きが出てきています。残るレーティッシュカラーの1000型は 1058F、1061F の2編成となりました。これでは車両が不足してしまいます。 1059F の代走として 1051F が運用についていますが、 1060F の離脱により未更新車の予備車がない状況となっています。そこで新たな情報がありました。リニューアル編成の 1057F が運用についているとのことです。ついにリニューアル編成が箱根登山線を走行する時代がやってきました。現在、他のリニューアル4両編成にも動きが出ていて、 1063F、1066F、1067F が候補に挙げられていると予想されます。今後の動向に注目です。ご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いします。